ちゃん高橋です。今日も元気に行きましょうね。はい、今日はドカバトの千日記念ドカフェス経編でございます。行きましょう。お願いします。どういうことこれ、これどういうことだ。俺がピカチュウベジータ様だ。全然わかんない。全然わかんない。何コンセプトぐちゃぐちゃだからこの動画も。麦わら帽子にスパイダーマンにベジータにピカチュウって、ピカチュウベジータ様だ。ピカチュウベジータって何だ。フュージョンしたんだピカチュウと。そうだ、なんかそういう動画上げてる人いるけど。絵本のやつで。そう、早速行きたいと思う。戦闘力一緒なのベジータとピカチュウ。一緒だ。一緒なの。実は一緒なんだ。ピカチュウあれ肩乗せてるサトシすげえな。じゃあベジータ乗せてるのと一緒なの。そういうことだ。すげえな。実はスーパーピカチュウってのがあるんだ。スーパーピカチュウだ。ただでさえ黄色いからもうわからない。スーパーサイヤ人ピカチュウブルーってのがあるんだ。もうややこしい。病気のピカチュウみたいな。ややこしいな。行くぞ。君9枚もあるじゃん。そうだ。すごい。今日は上返しておくよ。はい。返しておく。あ、おサタン飛んだ。行くぞ。ここなんだっけ。おう、どう、おう、からのパリパリ。もう、もう、なんだ、笑いを提供してる。なんだよ、なんだよ、こいつ、すげえ出てくんじゃん。すげえタオパイパイか、こいつよ。ヤムちゃん。やべえ、スーパーサイズのヤムちゃん。いや、スリーじゃないです。髪長いだけだ。おわナッパさ、避けるナッパ。声でか。声でか。サタンのしかもだいぶおじいちゃん、おじいちゃんの GT だ。だいぶおじいちゃんサタンだよ。平和のシンボル。あれはあ、これもう、これは終わり。あれこれも終わりじゃないかな。これはもう終わりじゃない。ででーん。あ、やばいやばい、怒りで、自分への怒りで目覚める。ダーはーい、ベジータだ。俺様がスーパーピカチュウブルーだ。ただの病気の人だ。ベジータどこ行ったんだよ。そう。はい。そんな感じでした。帰る。うわー、びっくりした。皆さん出ましたか。僕らはこういう結果でございました。僕編も見てください。はい、今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またねー。一人かい最後。